本当にね、頑張ってる人をね、外部の人間は笑うんですよね。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、中谷昭弘さん。中谷昭弘さんの名言で、頑張っている人はとてもかっこいい。 そういう人を見ると涙が出そうになるほど感動します。頑張ること、みっともないと思わないでください。頑張ることに照れないで夢を繋いでください。コツコツ努力する姿はかっこいいですよね。中谷明宏さんのプロフィールをお伝えしたいと思います。日本の著述家、俳優、講演活動家、 現在俳優としてオスカープロモーションに所属し、テレビ、ラジオ等でも活動中ということで、中谷明宏さん。私ね、えー、若かりし頃は中谷明宏さんの本をたくさん読みました。就職活動ですよね、えー。大学卒の就職活動の時に、面接の達人という本を読んでですね、えー、素晴らしい作家だなと思って、えー、たくさん本を読んだ世代です。でですね、 本当にね、頑張ってる人をね、外部の人間が笑うんですよね。私もね、子供の頃っていうのは一生懸命やってるとですね、外部から笑われてですね、すごく嫌な気持ちでもう照れ隠しで、やめちゃったってことがあります。勉強してるとね、いつも笑われました。あの、勉強できないというレッテルを貼られてですね、それでですね、一生懸命勉強してたつもりなんですけれども、すごく 嫌な気持ちになってですね、勉強途中でやめるということになりました。でもですね、この中谷昭宏さんの名言の通り、コツコツ努力する人っていうのは、えー、かっこいいと思います。私もですね、えー、外野の声っていうのも本当に、えー、無視するようになりました。今ね、えー、なんかツイッターとかでいろんなことを書かれるんですけれども、そういったことは気にせずですね、えー、どん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 自分の、えー、こういいところを出していこうと。 思って、YouTube でもね、えー、放送しています。まだまだね、えー、頑張っていると言っても、そんな大したことはありません。えー、日々、えー、コツコツやっていくことしかないんですけれども、それが最大の努力だと思っています。努力という言葉はあんまり好きではありませんけれども、コツコツやっていくことが一番人間素晴らしいことだと思ってやっております。この YouTube もですね、えー、毎日放送し続けて、毎日こう皆さんの心に えー、届ければいいなと思って放送,放送しております。まだまだね、えー、頑張っているなんて思われたくはありませんけれども、こいつ一生懸命だなと思われるような、えー、人間に思われたいです。毎日頑張っていきますので、本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。動画に対してグッド評価、または 毎日この名言を配信していますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。